マグニチュード 9.0 の地震による大津波。福島第一原発は全ての電源を失った。本店大変です、はい、大変です、はいはい、爆発が今起こりました。現場の人のは対現場の人、はい、今1時間以内に実現可能かどうか評論家はいりません。周りで我々見てんだぜ。それでも爆発したらまた死んじゃうんだぜ。高まる放射線、降り注ぐコンクリートの塊。死と隣り合わせだったあの現場にいた人しか言えないことがあります。あの状況であのままだったら日本の国終わりですよね、多分。ドーンと飛んできたんですよ、鉄骨が。あれ皮膚が裂けたかなんかで。震災後10年で初めて明かされる当事者たちだけが知る新事実。このままではやばいというのと、あともしかして死ぬのではないかな。もう20ミリを超えて放射線の量が相当被爆した状態になるので。1号機3号機の水素爆発の時に真下にいた自衛隊隊員たち。何が爆発してても全然状況分かんないですけどね。自分たちしかもう現場にいないから、やるのは自分たちしかいないって気持ちがあって、日本が沈むか浮くかの時に線量がちょっと高いからもうやめとうなんてことできないですから。爆発の恐怖と向き合いながら原子炉建屋の中に入り、電源を復旧させようとした技術士。ただ怖いのとビビるのは違う。東日本壊滅、当時の政府が想定した最悪のシナリオ。おー、いた、よし、はい、だからちょっとね、かかってねえよ、サンゴ届いてねえや。自衛隊のヘリによる上空からの放水作戦は失敗。最大の危機を救ったのは東京消防庁ハイパーレスキュー隊だった。その原発の敷地内の放射線量っていうのは、私の記憶だったんですよ、国家機密だって言われたんですね、あの状況なのに。暗闇、光線量の中で海にホースを出し、燃料プールへの放水を実現。無線の更新がものすごいこう怒鳴り声聞こえながらやってるんで。前、こっち左側、はい、真ん中より左側、真ん中より左側。その過酷な作業を陰で支える家族たちがいた。妊娠初期だったので、そこだけがやっぱりちょっとネックではあったんですけど、看護師やってるんですけど、行ってこいっていうメールが返ってきちゃって、まあ隊員はですね、非常に士気が高いのでみんな一生懸命作りました。残された家族ですね、本当に申し訳ないと、この場でですねお詫びとお礼申し上げて。10年後の今、初めて明かされる自衛隊による極秘作戦とは。吉田さんから連絡があって来てくれてたらすぐ行きます。もうみんな他人事なんですと、頑張れ頑張れって言うだけなんですと。でももう私たちは現場は頑張れの限度を超えているんですと。田原さんたち自衛隊が自分たちのことをここまで考えてくれてるのが嬉しいんだということで、ちょっと涙を流された。あの日、日本を救うため命を落とした隊員たち。震災後10年で初めて明かされる、これまで語られてこなかった新事実。 1FDR、 あの日福島第一原発は。